次の日、冷酷の踏切。皆さんこんばんは。今回なんと次の日の最新作冷酷の踏切が配信されました。いやー、楽しみにしてましたね。約1年ぶりの、次の日の新作ということで、前回は皆さん覚えていますか？前回はね、なんかタイムスリップして昭和時代の次の日だったわけなんだけど、今回もね、続編ってことで繋がってる、話一応繋がってるらしいんだけど、このタイトル画面違和感感じないですか？そう、次の日って言ったら右から左に移動していくゲームなんだけど、この女の子2人、なんか1人はちょっと影みたいになってるけど、手前側向いてんだよね。だからカニ移動する可能性があるんだよ、この今回の次の日。それはないか。はい、ごめんなさい、やっていきます。冷酷の踏切。おお、上に伸びるタイプはなかなかない。重力無視、血で書かれてるとしたら重力無視してるけど。警告、線路に飛び込まないでください。当たり前だろ、飛び込むやついないだろ。飛び込んでもすぐには死ねずに激痛で苦しむことになります。なんだそれは、なんだその警告は。いや待って、怖いよ。飛び込む演出があんのかな。皆さん飛び込まないでくださいね、本当に。絶対。お、なんかでも次の日って列車に関係するなんか話多いよね。左クリックで走行と、あと文字送りで、キーボードでも歩くことができると。マウス、キーボードでやろうかな。じゃあ今回は。いいね、踏切の感じもなんか良かったね、雰囲気が。さあさあさあ、主人公は、はいはいはい、女子中学生かな。お、制服かわいいね、なかなかね。お、もう歩ける。さあ続々と変化が訪れるんで、よく見ていきましょう。もうやばいやつがいるんかと思ったけど、ちょっと身長高めだけど、でも手前にいると思えば別にそんなに違和感はない。髪型も可愛いね、なんかロングで。はいはいはい。あ、カフェランチ。ちょっと待って、豆直接入れるタイプの看板なんだけど、あれ怖いな。しかもめちゃめちゃ反射する。え、何、双子の妹が踏切に飛び込んで死んだ。え、なんだ、何、どういうこと、動けない。え、何その回想シーンみたいなの。あ、 BGM、 タイトルと同じ BGM。 この女の子の、あ、てかリボンの色が違う。まさか映ってんのは双子の妹か。双子なんだこの子は。ほら奥の子あれじゃん。全てが同じであるはずの妹。うん、うわ、神社もあるわ。いや、残ってるよ今影が。ちょっと待って、え、妹どっか行っちゃったけど、もう。風が吹いてるね。鳥ちっちゃくね、あんなもんか。散髪屋もあるわ。あー、また妹だ。奥も同じ服を着て、同じ学校に通って、髪型まで一緒だもんね。でもそこまでさ、双子でも一緒だったら、ちょっとさ、思春期のあたりとかちょっと嫌になんないのかな。真似すんなよとか言って、いいじゃんとか言って、兄弟でありがちな会話だよね。ビューティーサロン、カット&パーマ、いいね。これ線路に向かってんのかな。あ、あの猫もいる。過去作だね、次の日の。私より少しだけ可愛く、少しだけわがままで。ほう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 、可愛くてわがまま、少しだけ可愛くっていうのは何なんだろう。そっくりなはずなのに。夏っこく、私をお姉ちゃんと呼んだ。ええー、可愛い妹だったんだね。でもなんかこの感じ自慢の妹っぽいけど。うわ、もうめちゃめちゃリアルじゃない、踏切の感じ。でも私はなんだ、ジェラシーを感じたのかな、もしかして。妹の方がモテるとか。なんだなんだ、怖い怖い、そんな揺れないだろう。私はすごい列車、新幹線でも通った、新幹線通ってもこんな揺れねえな。おお、開いた。え、私はなんだ、ここに飛び込んだのかな。妹の死は悲しかったけど、うん、なんかもうめちゃめちゃ立体感あるね。次の日ってこんな立体感あるゲームだったっけ。え、待って、みんな
電線がない。うわ、どういうこと。汽車なのかな、汽車が通ったのかな。ねえ、そこどうでもいいな、気づくとこじゃないな多分。私は双子の呪縛から解放された気持ちだった。あー、やっぱちょっとね、どっかでその妹と比べられる部分があったんだろうね。そういうことかな。いやでもお姉ちゃんも可愛いけどな。あ、影もお姉ちゃんだった。ここをループする感じかな。いる。動ける？動けはしない。これ待って、これお姉ちゃんがさ、その妹を押したとかいうパターンじゃないよな、さすがに。非番が流るね。次の日、これがどんどんとね行われていくんですよ皆さん。このゲームはもうなんかあるじゃん、黒板みたいなとこに血みたいなんで、あれ妹じゃない？気づけ気づけ。なんで気づかない？すごい、歩きスマホもしてないのになんで気づかない？前しか興味ないんだな。あ、咲いてるね結構、彼岸花が。特に今のところ変化はないか。あ、カフェランチ。わあ、また妹映るんだろうな。こっち向いてたりして妹が。あれ？妹じゃない、自分が映ってる。あとこのさこのカフェさ、ピーマンを飾ってあるんだけど、あのショーケースにピーマン丸々出てくる。あれ、妹じゃないね、紫だね。でもこの紫のリボンいいね。あー、なんだびっくりした。昨日もいた子かな。昨日はなんか本みたいな読んでたけど、今日は何も読んでない。また風が吹いてんな。ここめちゃめちゃ風吹くな。え、彼岸花こんなあったっけさっき。昨日、あ、なんだ。おいおいおい、待てって。あ、違うか、手前歩いてるだけか。ちょっと待って、あ、もう立体感がすごいんだよな、次の日急に。待て、行かないで。はいや、歩くスピード、あんなゆっくり歩いてるイメージ、あんなスピード速いの？ローラースケートでも履いてるのかな。え、待って、いる。あれ、さっき手前歩いた女の子じゃないこれ。なんでだ。あと電車の看板にも彼岸花書かれてんね。あ、やばい、猫が、猫が青白くなってる。怪奇探偵、どういうこと。この文房具屋寄ろうよ。あ、また来てる、また来てるぞ後ろから。2回目来た。2回、全く同じ子が2回目来たんだけど、気づいて、同じ子2回来たよ。これどういうことなんだろうな、一体。同じ子ぐるぐる回ってる小学生なのか、それともあの小学生も双子だったりするのかな。あれ、待って、ブルーシート、え、なんで、え、なんで、え、またここで事故が起きたのか。どういうこと、また誰かが飛び込んだの。え、でも今確かに踏切の音が。え、いやいや、そうだよねそうだよねそうだよね、今使われてたもんね絶対踏切は。あ、あ、見てる、あのさっきの小学生。え、ちょっと待って待って、大丈夫か、行っていいんか前に。大丈夫か、これ行っていいんか。おいおいおい、影に映ってんのは、おーい、すごい折れちゃった、すんごい猫背、すんごい猫背からのヘドバン。あ、ヘドバンがすごい。あ、でも妹だ。え、警察、おい見てくれよ、警察聞いた方がいいんじゃない、警察に。あ、でもお姉ちゃんだ。おおいおい、妹がもう警察に対する怒りがすげえんだけど、なんで。いや、警察は別に、むしろ助けてくれた側なんじゃないか。次の日、おお、この2本の彼岸花も何の意味してんだろう。はい、出た、紫。待って、これさ、黒板にさ、双子、妹とさ、姉書かれてるってことは、もうお姉ちゃん今死んじゃった説ない、昨日。あれ実はさ、幻覚で。踏切の音が聞こえる。いや、そんなすぐにさ使われるわけないもんね。でももう復旧したんだよね。そんな1日で使われるなんのかな。おおなんか落ちてきたぞ。なんか書いてない、顔みたいなの。あれ、指名手配犯かな。彼岸花増えてんね。なんか絵も増えてんな、よく見たら。おお顔がありますよ、顔。こっち見てるよ、もう。
何その横移動、ゲームセンターみたいな景品みたいな。やばい、カフェランチもなんかコーヒーランチもなんかちょっと赤くなってる気がする。てか手前側にめちゃめちゃ彼岸花咲いてる説ない？これ反射してるもんね。でも姉だね、今のところ。妹じゃない感じか。なんだ、うわー見てる、こっち目まで真っ赤だぞ、リボンだけじゃなくて。はあ、でも確かになんかお姉ちゃん結構綺麗な感じするね。幽霊になっても綺麗だな。やっぱ幽霊になって怖さと綺麗さだったら綺麗さが勝つね。うん、今怖いと思わなかった。何や、めっちゃ怖いこと書いてなかった今。どうして、電車の音がすぐ近くに聞こえる。いや待って、真横走ってんじゃないの。そこに反射するってことは真横走ってるって。こっち向け、こっち。なんで向かない、なんで向かないの。あとたまになんかさ、このお姉ちゃん透けない、ちょっとだけ。どっちだ、あーでもお姉ちゃんのままだ。え、真横線路になってない、なーにー。あ、いい、こっち向いてる、こっち向いてる。結構前髪パッツンなんだね。もう語りかけてきてるし、脳内に直接普通に語りかけてきた。お姉ちゃん返事してあげて。割れた、窓ガラス割れたぞ。おいおいおい。もうめちゃめちゃ登場してくるじゃんこの小学生。何者なの一体。あ、でもなんか首がさ切られたみたいな絵描いてあんね。なーに、あ、彼岸花が枯れてる、あの電車の看板の。いや笑わないで、俺の実況で笑ってくれたのかな。今笑うポイントじゃないよ。うん、あのなんか猫ちゃんも目が真っ黒になって怖いね、やっぱ目真っ黒にすると。はい、どういうこと今の。あのやっぱ小学生関係あんのかな、子供時代ってことかな、もしかして双子の妹の子供時代かな。さ、おいおいおい、血の涙流してるぞ。お姉ちゃん反応して、また横走ってるよ電車が。うわー、キャッ、大丈夫、がガラスが、危ないな危ないなじゃない。うん、すごい大問題だよこんなの。おい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 、やばいやばい、なんかめちゃめちゃ、何が起きてる。あ、小学生のあの女の子のなんか、なんていうの、備えられてあるね。そんな、普通に電車走ってるとこに拝んでるけど、昨日亡くなった人の家族かな、そっぽいね。おいおい、いや普通にいるよ後ろに、普通にいるよ、しかも笑顔だよ。笑顔なわけないだろそこで。おい、ついてくる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 、すーごい、わしらを連れて行かないでおくれ。どういうこと。おお、めっちゃ走る。連れて行かないでおくれってどういうことだろう。この線路、この踏切が勝手になんかその、なんていうの、自分の意思とは反して渡ってしまうから。あ、なんで、どうしたどうした。え、溶けたぞ、溶けたよおばあちゃんたちが。え、連れてかれた今これもしかして。あー、奥にいるよ、スタンドバイミーしてる、あの小学生が。おい、そんなとこいたら危ないぞ。おー、連れてかれたー、ちょ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 、やばい、くるくる、出てくる出てくる。おー、天に上がっていく。うわー、うん、びっくりした、線路走ってくるかと思ったらそういう出方ね。完全にカメラを意識した登場の仕方。あの小学生子役になられるな。あー、なんでお前、なんでお前来るんだよ上から。あ、ぶっ刺さってんのか。え、これ全部双子の妹にやられてんのかな。いやいや、グロすぎる。あ、さっきの家族の顔写真が鏡に反射してた。これそろそろ次の日来るんじゃない。どうだ、あー、まだ次の日。まだ次の日なんだ。うわ、レベルアップしてんな。だってだいたい次の日ってなったら最終回なんだけど、このループもだいたい今までだとね、これくらい盛り上がってたらもう次の日来てたんだけどね。なんか霧すごくない。なんかもうすごい。あ、でもなんか二人寄り添ってる、あの看板に書いてあるあの双子。どういうこと、和解したの。彼岸花すごいね。あ、なんだ、あ、もうなんか意味わかんない現れた。
キサラギ駅来た。うわ、俺キサラギ駅さ、実際に一回も行ったことないけどさ、ゲーム内でもう行くの4回目くらいだ。ゲーム大好きじゃん、キサラギ駅の。あー、カフェランチ、コーヒーランチ。これも映ってる。あ、でも自分だね。もう普通に登場してくる。あれ？これ妹で、あれ？妹が肩に乗ってるよ。え、お姉ちゃん？お姉ちゃん？妹が肩のインコになってるよ。お姉ちゃん。あの、お姉ちゃんじゃなくて。お姉ちゃんも反応してる、なんか。あ、また来た、また来た。え、もうなんかすごい、もう並走してる。キサラギ駅へ向かってんのか。私が死んで、本当は嬉しいんでしょ。ええー。そういう感情があったのか、姉に。でも、聞いてほしいの。耳じゃなくて肩に語りかけてくるタイプだ。聞いてほしい。私は呪われた電車に引かれて。え、どういうこと、呪われた電車って。あ、あのさっきの警察官もいる。こいつ一番の被害者じゃねえか。この警察官マジで一番の被害者じゃない。あえて交通整理してたらさ、なんか呪われて。気づいたら知らない駅に迷い込んでたの。それが如月駅か。臨時休業してる文房具屋。おお、なんで、めっちゃいる。あ、拝んでんのかみんな。いや、お姉ちゃんのメンタルついんよ。本当に聞こえないの。聞こえてないのか。聞こえてんじゃないの。実は実は聞こえてるけど怖いから無視してんじゃない。おいおいおい、線路の中入ってるって。やばい、連れてかれる。え、あ、やっと気づいた。でも感情失ってるもんね。おお、家の中にいる。あの日も今日みたいに霧の濃い朝だった。ほう、その踏切から奥があの世ってことなのかな、これ。あ、なんだ、動けるわけだね。あの日お姉ちゃんに置いていかれた私は。ああ、置いてったんだ。うん、それで踏切に入っちゃったことを急いで、一人で学校へ向かう途中で、うん、奇妙な音を聞いたの。え、奇妙な音。もう奇妙な音が鳴りすぎて、どれが奇妙な音かな。おお、なんか、じゃあその早送りの仕方やめろって。あの神社みたいな時の前で、すぐ横を電車が走るような大きな音と衝撃だった。あ、同じ体験してるよ、あれも。そして私は何かに引き込まれるように。もうやめろって、だから。いや、その小刻みな震え方やめてくれ。鳴り響く踏切の中に、この目はお姉ちゃんの目かな、違う、妹の目これ。飛び込んでしまった。え、うわ、誰の顔今の。この電車は死者たちを乗せてもうすぐ出発するみたい。最後の迎えってことか。待って、お姉ちゃん、あれやばくない、これもう行ってない、如月駅ついてない。あー、やばい。私たちずっと一緒だったよね。いや、待てよ、連れてかれちまう、姉まで。あ、何、奥やばいよ。ヒバンガナか、あれ咲いてんね。あー、やばいよ、来るよ。これ引かれるパターンじゃない、違うか。あ、動ける。あ、でも駅にいるね。だからお願い、お姉ちゃんも一緒に来て。もうお姉ちゃん、いや、二人とも行ってしまうのか。どうなんだ、あれ、別々の道歩んでる。音楽性の違いから解散しようとしてる。やめて、連れて行かないで。喋った、急に。めちゃ口数多くない、これ。日本語じゃない、説ない、めちゃめちゃ口数多いけど。これ、やめて、連れて行かないでだけ言うのにめちゃめちゃ口パクパクしてるけど、
どうした？金魚化？お姉ちゃん金魚化してる。ちょ待って、これどういうこと？私はまだ死にたくないの。そうだよ、そりゃ。やばい、振りかぶってる。大丈夫か？あー怖い、噛みつく前の振りかぶりかと思った。お姉ちゃんがこう後ろにやってからバーンって前に来るパターンかと思った。危ねえ。キサラギ駅でもうついてたからね。今これ来るか、ついに。おお、出た。すげーなー、ひー。いや演出すご、演出がすげー、怖すぎるだろ演出が。キサラゲーキ、うわどうなるんだろう。ちょっと待って、どうなるんだろう。やばいじゃん、もうもう手遅れじゃんこれ絶対。いや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 、すお姉ちゃん大丈夫？気を確かにな。もうキサラゲーキってバリ書いてあるし、ヒバンガナすごい量咲いてるし、あもう家の中だし。妹が先に行った。これ右戻れないねえ、これ右に戻れない、どうにかして。チート使って右戻りて。お願い、私を連れて行かないで。じゃあもっと抗って。やばい、骸骨を乗せた列車が横を通ってる。さっき妹から聞いたのと全く一緒。やばいぞこれは。おいおいおい、あの公衆電話。なんだ、おい。いやもう怖い、顔がない。あの公衆電話で電話かけたらワンチャン戻れるとかない？そういうギミック何もできないか。うん、コーヒーランチはなんか安心できる。ちょっと待てって。いやもうもう骸骨になっちゃってるし。すごいな、こいつ一番の被害者です。はい、間違いなく。何も悪いことしてないもんこいつに関しては。てかまあお姉ちゃんも妹も別に悪いことはしてないんじゃないかな。なんかちょっとした思春期の迷いだと思うんだよな姉の。そういうのも。あーおばあちゃん、何？何ちか？おばあちゃん、私に言わないでよ。おい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 、すごい。いやーそんなに骸骨化してんのによく髪の毛だけ残ったなあのおばあちゃん。ねえすごくない？髪の毛だけ残んの。ここでカットしてもらったんだろうなパーマも。もう普通に歩いてくるじゃん。ヒバンガナを背につけんな。すごい、なんか逆にバチ当たりそう。ヒガンバナってこんなに咲いたら逆にバチ当たりそうじゃない？あれこの人誰だ？あのさっき踏切でなんか家族をさ、あの小学生の子をお祈りしてた子かな。お祈りっていうか拝んでた子かな。なんか話しかけてくる。いやいやそれは別にいいだろ。おいおいおい怖い怖い。一緒についてくんの怖い。一歩ずつどうしてって言われる。おいどうして、逆に逆に一歩ずつどうして言うの。いやめちゃめちゃピタッと張り付いてくんじゃん。あーやばい、また列車が通った。おい助けてくれ。あーもうなんか文房具屋も家屋にやってるし、また通ったよ。おい顔が、うおーい。いや右のやつに関してはお前そっち側じゃないだろ。待てよ、兄弟なのかなあの小学生と。一緒に拝んでたもんねさっき。でもなんでそっち側入ってんの。これやばいよお姉ちゃん。でまだ生きてるんだねお姉ちゃんは。ギリ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 生き残ってんだ。まだいけるかもしんないんだ。可能性あると。ゆっくり行こう。あれでも駅な。いや待てって。いやおもろいってもうそれは。そんなに指さすなよ。マジで右に戻りたいこのゲーム。右戻れないんだよな、どんだけ押しても。右ボタン押しても左に行けと。なんであの警察官まで指さしてんの。なんだなんだなんだ。お姉ちゃん、妹がすごいよ。妹がすごいよ。あれでもなんか別の場所だよねこれ完全に。おお、首の角度がだんだん変わっていく。何そのフラッシュモブ。首の角度変わっていくフラッシュモブ何？如月駅。ああああ、どうしてこの駅に。
あ、やばい、ダメだ、気を確かに持て。お姉ちゃん、行くな、行くな、行くなよ。ごめん、ごめんね。遺体搬入口って書いてある。え、行くなって。まあ俺が操作してんだけど、行くなよ。お姉ちゃん、あー、やばい。うそー、何ここ、埋葬って書いてある。大丈夫か、切れてないか、腕とか。霊装って書いてある。あー、やばい。私はあなたと比較されるのが嫌だったの。あー、やっぱそうなんだ。ちょっとだけ可愛いって言ってたもんね、最初から。おい、やばすぎる。あー、あなたが死んで双子の呪縛から解放されたって。あー、やばい。もう列車もすごい。これついちまうのかな、キサラゲ駅に。あー、出てきた、下から。もうぴったりくっつかれてるよ。あー、動ける。あー、もう家になってるよ、これ。私たちずっと一緒だったよね。お願い、私を連れてかないで。やばい、これもでウィッチャーパターンじゃない。お姉ちゃん、なんとか耐えろ。あー、なんだ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 、あれは。あれ、だからお姉ちゃんも一緒に。ごめん、ごめんなさい。でも普通の妹の姿に戻ったね。相変わらず指さしてるけど、相変わらず指さしてるけど。いやいや、ちょっと待って。何、あれ、でもなんかちょっと待って、なんか助かる感じしない。妹はもしかして俺を助けてくれようとしてる、姉を。そんな感じしない。お姉ちゃん、はいはい。え、やばい、でも踏み切り来たな。え、どうなんだ。え、なんか骸骨もこっち側いない。踏切から奥がさ、あの世じゃないの、これ。なんでこっち側いるの、もう。もういいよ、お姉ちゃん。え、あっ、私は一人で旅立つよ。え、妹、お別れだね。ほんと？いや、なんか待って、どんでん返しありそうな。ほんと来た。いや、分かってくれたの。いや、これ絶対分かってくれてないパターンだな。妹の言葉まではなんか本当にそのパターンかと思ったけど。あ、来るぞ、列車が絶対。え、来るぞ、来るぞ。どうして、どうなるの。どうしてあなたはいつも。あー、来てしまった。助からなかったか。うわー、ちょっとでも、ちょっとでも妹が助けてくれるかなって思って俺がバカだったな。マジか。あ、ここにもしかして増えてんのかな、お姉ちゃんの家が。全員連れてかれたやん、全員。マジでポリスが一番の被害者じゃん。ああ、終わった。いやー、でもちょっと面白かったな、今回も。怖かったってか、レベル上がりすぎじゃないっすか。いや、最初の次の日とかに比べたらめちゃめちゃにレベルが上がってるっていうか、クオリティもすごいね。いやー、マジで、うわー、すごかったわ。これはまた次回作が楽しみになった。あと毎回この無料効果音で遊ぼうでちょっと気が抜けるんだよな、このエンディングの。
いやまあ仕方がないんだけどさ、その無料効果音で遊ぼうってそんなテンションで作られたゲームなんてなっちゃうんだよな、ちょっとだけ。いやでも面白かった。すごい、編集さんまでいるの？すごいね。なんかどんどん豪華になってくもんね。そう、アイムシアンさんなんだよね、制作は。いやー面白かった、今回もありがとうございます。素敵なゲームでしたね。ちょっとね、お姉ちゃんは助からなかったけれど、まあこれが次の日。あ、双子列車で連れて帰ったのか、呪われた列車で。なるほど。うわぁ、鳥肌やばい。まあね、視聴者のみんな、僕も視聴者のみんなと、絶対、怖い怖い、もうちょ、言ってる時、いい時だったのに今、言ってる時だったのに、ずっと一緒って、ずっと一緒だよ。なんだこの終わり方。